皆さんこんにちは、クラインアイウェアの矢沢です。アイウェアスタイリストのミクです。愛を込めてアイウェアを。はい、ということで今日もミクさんにお越しいただいてます。はい、よろしくお願いします。始まりましたね。始まっちゃいましたね。はい、今日は何をやっていきましょうか。はい、今日はもうおしゃれの聖地フランスからジャック・デュランの人気モデル、2つご紹介していこうと思います。はい、もうジャック・デュランの中でも、もう一番人気と言っても過言ではない、間違いないです、はい、2つです、はい、では早速掛け心地などもご紹介していきたいなと思います、はい、はい、ということでこのジャック・デュランですね、うん、はい、はい、まあ、日本でも今非常にこう知名度のあるブランドなんですけども、うんうん、創業は2010年、はい、はい、もう10年以上のブランドになります。もともと超人気ブランドアラン・ミクリの、はい、創業に携わっていたジャック・デュランさんがスタートしたブランドなんですね。あ、もう名前がそのままブランドになってます、はい。これって、はい、結構かけてらっしゃる方っていうのが、はい、割とその年齢層的には40代以上のイメージを持ってたんですけど、うん、はい、最近はお若い方が手に取るように。そうなんですよ。ですよね、はい、なってきてますよね、うん、ご来店されるはい、お客様とかもどんな感じですか。はい、やっぱりメインでご覧になる方は、うん、まあ、40代以上の方多いんですけど、うんうん、20代の方とか最近ジャック・デュランありますかって。どこから情報を得てるんですかね、はい、でもこう著名人の方、坂本龍一さんとかが、はい、まあ、最近だとこう SNS のインフルエンサーの方とかもかけてたりも、しますね。なるほど、はい、じゃあちょっと年齢層ぐっと広がってきてるっていう感じのブランドなんですね、はい、ですね。はい、かけ心地とかが、はい、まあ、気になる、まあ、フランスブランドっていうことでやっぱ気になる方もたくさんいらっしゃると思うので、はい、紹介していきたいんですけど、していきましょう。これ、はい、実は通販、うん、EC サイトに載っけることっていうのはできないんですよね。ジャック・デュランは。そうなんですよ。ブランドのそのイメージ的なもので EC サイトで販売はしてないんですけど、はい、うん、お問い合わせいただいて電話でのやり取りから販売することっていうのはできますので、はい、気になった方はぜひお電話いただければなと思います、はい、思います。はい、じゃあちょっと早速このブランドの一番人気の506ですね、はい、506です。矢沢さんかけてますけど、はい、超似合ってます。いい感じで。本当ですか、うん、風格ありますよ。嬉しいですね。矢沢さん、はい、顔の幅はアプリのアイメジャーで、うん、まあ、5秒で測れる、はい、無料アプリが、無料アプリがあるので、ありましたよね、はい、以前の動画で紹介しているのでぜひチェックしてみてください、はい、アイメジャーで測って顔幅が、うん、161ミリですね、はい、比較的顔は大きめです、うんうん、で黒目と黒目の間の距離も67ミリ、まあ、比較的離れ目ですね、うんうん、結構これはタイトな感じはありますね。あ、横がこうグッとくるような感じってことですね、はいはい、ですね。お鼻のノリはいかがですか。はい、鼻のノリは、うん、まあ、僕比較的、まあ、低くはないかなというぐらいなんですけども、うんうん、まあ、程よく乗ってる、ただちょっと低いかなっていうとこですかね。横が今はきついので、うんうん、前を向いてもこうずり下がってくる感じは全然ないです。しっかりホールドはされてるんですけど、うんうん、ちょっとこう距離感が近いのでまつげが瞬きするとついちゃうかなっていうとこですかね。なるほど、はい、であればこちら の, はい、店舗では1100円で鼻パッドを付け替えて、はい、そのままこうお送りすることができるんですよ。それ私、はい、びっくりしたんですけど、はい、なのでアイメジャーで測った情報を送っていただければ、うん、それに合わせて少しフィッティングを加えた状態で送ることもできるそうなので、ぜひお電話の際に相談していただければなと思います、はい。はい、では私がですね、さっき矢沢さんがかけてたのが001というマットブラックに対して、こちらはですねワインレッドの009番というカラーなんですが、非常におしゃれな
これはいいですね。そうですよね、はい、これ女性にも非常におすすめしたいなと思うんですけど、うん、この506っていうのが結構坂本龍一さんだったりいろんな方がかけてらっしゃることで非常にこう人気のモデルなんですよね、うん、なので黒をお持ちすでにお持ちの方とかでも色違い欲しいなって思ってる方結構いらっしゃると思うんですよ。ですね。この色おすすめです、はい、黒とあんまり変わらない感じで使える、うん、ちょっとシックな赤かなと、うん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 、変わらず使えてで色味が遊べるというか、はい、ちょっと楽しさもあってでちょっと肌がどうです綺麗に見えませんか、うんうん、いやもうさらに綺麗に見えますねちょっと言わせた感ありますけど、はい、黒だとちょっとこうドンとする感じっていうのが、はい、こう明るくなる感じも多少あるのかなと思います、うん、でこれ画像で見たら本当に赤なのってちょっと思われるかもしれないんですけど、うん、肌のベージュと重なって割と黒っぽく見えるっていうこととあとジャック・ジュラン私これ特徴だと思うんですけど、はい、マットの艶消しなんですね。そうなんですよ、うん、そうこのジュエリーで使うようなブラシを使って、はい、このマットのシャーリングをこう一回全部艶を出して磨き上げてから、はい、一つ一つそのブラシで加工してるっていう。あ、はい、これ手作業なんですか。手作業なんです。意外でした、うん、私この艶消しって、はい、また柄磨きって言われるようなちょっとこうドラム缶が横に、ね、寝たようなもので、はい、こう回してるのかなってちょっと勘違いしてました、うん、あ、それは手作業で。そうなんです。あ、そうなんですね。なので他にはない風合いというかそれが生み出されているのかなと思います、うん、はい。では矢沢さんこの色似合ってますね、はい、ありがとうございます。これがカラー番号が094番ですね、はいはい、ブルーのこう笹柄っていうんですかね、はい、青の濃淡がすごく感じられるのでこれ日の差し方だったり見る角度によって色目の出方がちょっと違うんじゃないかなと、はい、そうですね表情変わりますよね、うん、変わりますね、うん。私ジャック・ジュランってですね結構体の大きい方もかけてらっしゃったりとか、はい、そういうイメージだったりするんですけど、はいはいはい、フィッティングすれば横どんな感じですか、うん、いけそうです。いけそうですね、うんうん、はい、最初何にもしてない時はちょっとタイトかなっていう感じ正直あるんですけど、はい、その横を広げてちゃんと耳の後ろのところを内側にホールドする、うんうん、でこうすることでお顔幅に対してこう広げてかつこうずり落ちづらくそういうフィッティングは全然できますね。おお、はい、それはすごい耳寄りだというか情報になるのかなと思います、はい、すごい綺麗な、はい、色味ですよ、うん、そうちょっとこう色で遊びたい、うん、こう男性のお客様なんかにもこれ勧めやすいですよね。そうですよね。しかも今、うん、矢沢さんネイビーのハイネックなんで、うん、なんかちょっとそれとあこう色があって色でワントーンコーデしても面白いのかなと思いますね、はい、はい、では続いてですねこちらが106と言われるモデルで506と何が結構違うのって言われることが多いですよね、はい、多いですねはい。その違いがちょっと分かりづらかったりするので、うん、比較映像をお作りして、はいはい、おりますのでそちらをご参考いただければなと思います。506はちょっと丸みがこう強いタイプですよ ね、 いいですね、はい、なので結構芸術家気質というか、うん、そんな感じを受ける印象としてはそんな感じです、はい、うん、で今矢沢さんかけてる106に関しては、はい、これあれですねフランスのフレンチヴィンテージの、はい、の形ですよね。うん、はい、形で割と先ほどの506に比べてすっきりとした、うん、知的な印象っていうのが出せるのかなと思います、はい、でこちらサイズの違いなんですけど実測上は、はい、506は44、23、106は、43、26というところなんですけど、うん、はい、
現状っていうんですか、うん、そこはあんまり変わらない感じ、うん、正直そうですね、うん、しましたよね、うん、なので、書き心地どうですか、うん、正直こっちの方がちょっとこう幅感はタイト、あたりはこう圧迫感が少し強いかなっていう感じはあります。なるほど、はい、ただまあこれもある程度調整で横幅広げればフィット感はまあ良くなる範囲かなっていうところですね。ということは、はい、矢沢さんその男性の中でもお顔がこう広めのタイプではあると思うんですけど、はい、うん、お耳にあのかかりさえすれば割とその横の幅っていうのは融通が効くような感じってことですよね。そうですね、はい、どうですまつげ当たったりとかします、うん、まつげは気持ち当たるかなっていうぐらいでもそこまでは気にならないですね。じゃあちょっとお鼻が低い方だったり、はい、あの鼻筋細い方は、1100円で、鼻パッドあの交換されてもいいのかなと思います、はい、はい、で続いてですね私151をかけてるんですけど、あのクリアカラーって結構珍しくないですか、はい、ジャック・デュラン。そうジャック・デュランといえば、はい、艶消しっていう風なイメージ持たれてる方も多いですよね。なので結構新鮮な感じがします、はい、どうです。これも綺麗ですね。でなんか本当にこうイメージが、うん、はい、こういや本当新鮮ですね同じこと言っちゃった、はい、ということでございまして、はい、私はですねお顔幅自体は、はい、140と言われる女性の中で言うと、うん、まあ、あの中くらいの顔幅になります、うん、で目と目の間の距離に関しては割と球心タイプと言われるような59ミリですね。なので近めになるんですよね。まつげは、ちょっと長めで鼻はそんなにあの高くないっていうところなんですけど、やっぱりこちらとかだと下を向くとちょっとツルツルっと下がってくるような感じがするので、なのでこれに関してはちょっと鼻パッドをつけて少し耳の後ろっていうのをあのややこう曲げていただくと、うん、あのぴったりかけられるかなというところなんですよね。なのであのご遠方の方でお問い合わせでいただく方、まあ、ご連絡いただいてご購入の方は、うん、あのちょっとアイメジャーで測った情報などを、お伝えいただくと、あのそれにある程度こう寄せたというかフィッティングして送ってくださるそうなので、すごく、はいはい、かけ心地自体は良くなるのかなと思います。はい、こちらがカラー021ですね、うん、ヒョウ柄に近いようなちょっと強めの、うん、べっ甲柄になります。そうですね、濃淡が結構コントラストがあるかなと思うんですけど、はい、ジャック・デュランといえば私この色のイメージがあります、はい、うん、それは何ででしょう。あれですよ、坂本龍一さんが愛用しているカラーがこちら、はい、ということなんですよね、はい、なので結構ロマンスグレーのおぐしの方だったりとか、はい、あの年齢を重ねてきたあの大人の男性にぜひ、はい、あのご紹介したいカラーかなと。したいですね、はい、思いますね、はい、でさっきのラウンド型の、ゼロ、うん、こちらのカラーもご用意があるんですけど、はい、そうするとちょっで坂本さんその506の方を愛用してるんですけど、うん、少しアーティストチックなというか、はい、そんな感じになるのに対してこちらは幾分かかけやすいスタイリッシュさも合わせ持ってるかなと思います、うんうんうん、これかけて本読みたいですね、はい、いいですね、うん、なんかこうそれが想像できますね、 そのシーンがフランスのフランス語の、ね、なんかこうカフェのテラス席とかで、ね、そうですね、はい、なんでさっとなんかリーディンググラスとして出してもすごいかっこいいのかなと思います、はい、ということで、今日はジャック・デュランから一番人気の506と106をご紹介しました、はい、でこれ以外にも、たくさんカラーバリエーションございますので、気になる方はぜひホームページ、
チェックしてみてください。この動画がいいと思った方はグッドボタンと、チャンネル登録をお願いします、はい、あと励みになりますので、はい、よろしければコメントの方もお待ちしております、はい、お待ちしてます。やりますか。ではやりますか。はい、はい、せーの、愛を込めてあいうえあお。